ダニエル・コベルは、アメリカ合衆国のプロレスラー。自称インド出身の覆面レスラー、カレーマン、クリストファー・ダニエルズのリングネームで知られる。本格的なプロレスからルチャリブレイまで幅広い、ファイトスタイルを持つ実力者。ミシガン州カラマズーで生まれ、ノースカロライナ州ファイエットビルで育った。1993年、プロレスラーデビューを果たす。キャリア初期は、 マット・ハーディーとジェフ・ハーディーが主催するインディー団体であるオメガに所属していた。WWF にもコンキスタドールズのドスとしてリングに上がっている。1999年、ホーリン・エンジェルの名で、道のクプロレスに参戦。同年7月に行われた第2回覆面ワールドリーグ戦にインド代表、カレーマンに変身して参加。頭頂部にカレーライスを乗せた。 奇抜なマスクで登場し、当初はお笑いレスラーとみなされたが、グラン・ハマダのアドバイスを受けシリアスなスタイルに変更して実力を評価される。さらに、東流門のユニットで当時道の国参戦していた CMAX の一員となり、活動の幅を広げる。2000年4月に第3回スーパー J カップに出場し1回戦で敗退するが、軽快な身のこなしで注目を集める。 以降、日本ではカレーマン中心、アメリカではクリストファー・ダニエルズとしての活動となった。2008年2001年には崩壊前の WCW に登場する。2002年5月に新日本プロレスに初参戦し、ベスト・オブ・ザ・スーパージュニアに初出場。コミカルな動きで話題を集めながら、ブラック・タイガーを破ると、実力の高さも示した。2004年3月、 アメリカンドラゴンと組み、邪道、下道組から IWGP ジュニアタッグ王座を奪取、第12代王座を獲得した。アメリカ国内では、ローなどのインディー団体を主戦場としていたが、2002年12月からティネに所属。20代のレスラーが中心となって形成されつつあった、ティネ独自の X ディビジョンと呼ばれる新しいスタイルをも身につけ、 幅広いファイトスタイルに対応できる選手として評価を高める。そのため現在に至るまで双方の団体の王座戦線において常にトップ層に位置し多数のベルト取得経験を誇る。また2005年11月には01マックスへクリストファー・ダニエルズとして参戦を果たした。これが素顔による初来日となった。2009年2007年後半には新日本プロレスと ティネの対抗戦が開始。ティネ代表として再来日を果たした。なおカレーマン時代にシングルマッチで戦ったミノールはダニエルズカレー説を否定しており、一緒にカレーを食べに行った時にマスクが邪魔で食べらそうだったのでちょっとずらしてあげたら、素顔は普通のインド人でしたよと語っていたという。2008年1月4日、素顔のクリストファーダニエルズとして、井上渡るが持つ IWGP、 ジュニアヘビー級王座に挑戦。同年、表向きはティネを解雇されるが、入れ替わるようにカレーマンとしてティネマットに復帰。10月、両国国技館において行われたプロレスエキスポで、道の区プロレス参戦時代から戦ってきた、日高カオルジンと再会。熱戦の末破れはしたもの,の最後感極まって日高とお互いに涙しながら、抱擁を交わし、 多くの感動を及んだ。2009年4月、ティネに復帰。2010年9月、イングフに初参戦し、沢ネタダの同団体における連勝記録を止める、勝利を挙げた。リングネームは、クリス・ダニエル。2012年7月22日、プロレスリングノアに参戦。金丸義信が持つ GHC ジュニアヘビー級王座に挑戦。 2014年4月23日、ティネから解雇となった。以降は、ローを主戦場として活動。2015年11月21日、新日本プロレスにて開催される、ワールドタグリーグ2015に、フランキー・カザリアンとのタッグ、ジア・ディクションで参戦。2019年1月、タッグパートナーであるフランキー・カザリアン、スコーピオ・スカイと共に、 同年5月に旗揚げする新団体である、オールエリートレスリングと契約した。ありがとうございます。